蜂を譲っちゃもらえんか。え？アキ君、格闘技世界一、その長さ、そして密度、君にはわからないかもしれんが、私にはもう時間がない。君に勝てる力もないのだ。ちょっと猪狩さん、私に勝たせてくれ。全力を尽くしますよ、俺は。待ってくれ。いい加減にしてくれ。俺だって勝ちてんだよ。お聞きください、この大歓声。準々決勝第1試合、両者元の位置へ。はじめ！いきなりの大技、猪狩！ハンマーバック、当選一方だ！今私が仕掛けた攻撃でダメージはあったかと聞いているんだ。仕掛けた私の方がだ。君は今、満足な攻撃もできない、こんな老人を痛めつけようとしているんだ。なんとばっか円錐切り。寝ぼけんなよ、おっさん。あんたそうやって決勝まで登るつもりかよ。これは厳しい。あのルーテーズが人を絶命しうるとまで表した殺人技。君の勝ちだ。おっしゃー。終わったのか。誰も聞いちゃいねえんだよ、俺のギブアップなんてな。マキの野郎、何もたついてやがる。あんなロートル相手によ。猪狩、またしてもナックル野郎だ。ジェシャー。なんだ、さっきのパンチとはまるで違うじゃねえか。今更猪狩を卑怯者呼ばわりか。随分とまたのんびりした話。やわらを使いよるか。うりゃ、強烈猪狩の口出しドロップキック。どうだよ、やるかよ。バック返した。相手の技を防御したっていいんだからな、お前たちは。相手の技は全て受け切る。これは浴びさげに。覚悟の量が違う。相手がどんな技を仕掛けてきても、俺たちは瞬時に覚悟を決める。今のパンチ、ダメージを狙ったわけじゃねえ。おっと猪狩、何をするつもりだ。またも大技。やべえ、マジで決まっちまうぞ。あれをやられるとプロレスラーはかなりまずい。そうなると筋肉を硬直させる暇もない。つまり覚悟する瞬間さえ与えてもらえないわけだ。早い早い、ここで一気にバックが猛ラッシュ。と人間力となれば、猪狩に勝るものなど果たしているかどうか。クズミ、やれ。よし、合図だ。おふくろって、バキのお母さんかよ。いや、違う。猪狩、起死回生のドロップキック。ありがとうございました。もう十分でしょう。俺の講演会の映画関係者にちょいと協力してもらってな、お前に一瞬の隙を作るためにな。万事固め、俺は決まった。プロレスには競技の性格上、見せかけだけの技も数多く、たまんねえな、こりゃ。ありがとう。え？猪狩必殺のまんじ固めを、いとも簡単に外してしまったハンマーバキ。そりゃ素人とは比べられんだろうが、
レスラーと格闘家じゃ柔軟運動に費やす時間、ましてやバキレベルともなれや、その関節の柔軟性はバキの目からすりゃやっぱり見せかけの技ってことさ。自分が誰だ、何のためにこの世に生まれ落ちて母の姿を見た。俺は驚きだ、猪狩とプロレスで勝負するつもりなのか。勝ちたいのなら何をすべきか、どれほどのことをしなければならないか。バキや！じゃあまずは力比べか。似ているが明らかに違う、今まで見たことのない技です。どうだい猪狩さん、シンコブラの味は。ビビアフォーレックロック、一本足四の字。なんだと。プロレスだからね、お客も楽しませる。かっこいいよあの子、バキー。客も女も全てなくした。市内で叩かれ、蹴り転がされ、引っ張り起こされ、そう最初に覚えたのはこれだった。やけに静かだ、デビュー戦の時と同じだ。猪狩さん、今まで見せてくれた猪狩感じの中で、うわ、バックドロップ。勝負あり。両者の健闘を称える声が鳴りやみません。プロレス技の応酬となったこの一戦。猪狩さん、猪狩さんが全盛時だったらこの試合は全盛時だって。そう思った時、そん時だ、なんかこうみなぎるものかな。ありがとうよバキ。ありがとうございました。